お待たせいたしました。それでは時間になりましたので、これよりフルフィルメントバイアマゾン納品プラン作成方法のウェブセミナーを開始いたします。セミナーの合間と終了後にチャット形式で Q&A の時間を設けますので、ご不明な点がありましたらメモなどに控えていただきご質問いただければと思います。えー、まだセラーセントラルログインされていない方がいらっしゃいましたら、 1>, 1分程度お待ちいたしますので、この時間で開いていただきますようお願いいたします。 えでは、早速始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、まず、ログインをされますと、このセラーセントラルのトップページに、えー、行くかと思いますので、こちらの画面から、まず FBA の利用登録を済ませていただきます。もうお済みの方は、このまま画面をご覧いただきお待ちください。えー、セラーセントラルの一番下までスクロールをしますと、 このアマゾン COJP ホームページというリンクがありますので、こちらをクリックいたします。はい、そして、このアマゾン COJP のショッピングサイトが開きましたら、また一番下までスクロールをしていただきまして、こちらのアマゾンでビジネスというタイトルの並びにある、フルフィルメント・バイ・アマゾン。 のリリンクをクリックをッいたします、はい、そうしますと、こちらの、えー、FBA に関する画面が出てきますが、の早速始めるの下にある出品用アカウントをお持ちの方は FBA に登録するのリンクのほうをクリックいたします。画面が切り替わりますと、 フルフィルメントバイアマゾン。こちら FBA と呼んでおりますけれども、こちらの概要ですとかサービス内容というのがご確認いただける画面が出てきます。内容をお読みいただきましたら、このフルフィルメントバイアマゾン規約を確認しました。こちらにチェックをつけていただいて、フルフィルメントバイアマゾンの利用を開始するというボタンを押します。 えー、こちらでもう利用登録は完了になりますので、右上の納品準備を始めるのボタンを押してください。はい、そうしましたら、こちら、在庫管理画面の方に飛びます。す、え、で、ー、にご利用登録お済みの方に関しましては、モセラーセントラル在庫のメニューにカーソルを合わせていただいて、在庫管理の画面を開き、 ご自身の在庫管理画面のほうまで進んでください。はい、でここから、えー、もうすでにご登録いただいている商品かつ納品いただく商品を選んでいただきます。今回はこちらの、えー、4商品を納品する流れでご案内をいたしますので納品する商品にまずチェックを。 つけます。全商品納品される場合は一番上をつけていただくとすべてチェックが入るようになっておりますのでこのように作業をしてくださいご選択いただきましたらこの左上の「選択中の何商品を一括変更」というこのボタンところに選択した数が 表示されますので、このボタンをクリックします。そして、えー、上から四つ目の在庫商品を納品補充するを選択します。えー、選択した商品、こちらで間違いないですかということで、えー、確認の画面が出てきますので、問題なければはい、続けますを選んでください。選び忘れがあった場合は、EA 一覧に戻りますで、もう一度 チェッッククボスをつけてください、はいでえー、ちょっとこちらの画面上では次の画面に進んでいるんですが、初めて利用登録、その後ご納品手続きをされている方に関しては、こういった商品ラベルが不要な混合在庫というタイトルの画面が出てきているかと思います。 混合在庫というのは、アマゾンにおけるその商品の、えー、倉庫側での管理方法に関して、えー、ちょっと違いがありまして、まず混合在庫というのが、えー、商品自体に JAN コードといったそのメーカーが付けている製品コードが印字されている場合、えー、かつ、その商品のコンディションが新品である場合、 そして、カテゴリーにもよりますけれども、一部のカテゴリーを除き、条件を満たしている場合に、複数の店舗さんからご納品いただいた商品を、まえー、一緒にです、ね、まとめて保管をするといった形式のものになります。 がついてない場合は混合在庫が必然的に使えないのでその場合は混合在庫取り扱わないをご選択いただきます混合在庫を選ぶか選ばないかの、えー、違いというのがこの後商品ラベルというものを印刷していただくんですけれども えー、混合在庫として扱える商品に関しましては、こちらのラベルの印刷および貼り付けが不要となります。一方で、混合在庫にならない、もしくは取り扱わないを選んだ場合は、ラベルシールを印刷の上、必ず貼り付けてご納品いただくことになりますので、ご了承ください。 今回はですね、こちらの混合在庫は取り扱わないの方でご説明をさせていただきます。もし混合在庫として取り扱える商品を今回ご納品予定の方に関しましては、もしご不明な点があれば、セミナー終了後にですね出品サポートの担当者の方へお問い合わせいただければと思います。はい、では、こちらの混合在庫は取り扱わないを選択し、 選択した内容を確認を押します。はいえー、とそうしましたら、こちらの、えー、商品一覧の画面が出てきますので。 下のの納品手続きに進むのボタンを押します。画面が切り替わりましたら、今度は右側のこの必要な情報というところに危険物情報を追加というリンクが出ておりますので、商品個々に危険物かどうかというのを ご申告いただくことになりますでまずこの電池情報ですね、その商品自体が電池かどうか、または電池が含まれているか、えー、同梱されているかというのをここで、はい、いいえでお答えいただきます。こちらに関してはいいえですね そしてその下の製品規制情報のところは危険物に該当しますかという質、えー、問なんですけれどもこのガスに関してはやはりちょっと危険物なのでこの場合ははいを選ぶことになりますでさらにそこから危険物の規制の種類というのを選んでいただきますとそれぞれに応じた、えー、質問というのがまた下に出てきますので 内容に沿ってご入力またはご選択などを行っていただきます。今回はちょっと一旦、いいえを選択して進めさせていただきます。残りの商品も同様に、えーはい、いいえなどをご選択いただいて、この必要な情報の列が緑のチェックマークと完了が表示されるように進めてください。 でこのあと、ね、保存して次に進むを押していただくと,、えー、っと、問題がなければそのまま進めるのですが、えー、初めてアマゾン倉庫で取り扱うような商品に関しましては、そのタイミングで、えー、審査が始まります。こちらの審査は、アマゾン倉庫で、えー、取り扱えるかどうか、保管ができるかどうかといった、えー、審査となりまして、だいたい3から4営業日。 お時間をいただいておりますので、えっと、もしお急ぎの場合は、一旦そちらの商品は今回、納品対象から外していただくなどして、えー、お時間あるタイミングでもう一度、その審査をお待ちいただくということも可能です。えー、では、保存して次に進むを押します。はいえー、残念ながら、4商品中、このカセットガスに関しましては、アマゾン側で危険物と。 判断されておりますのでこういった場合は右側の削除するボタンというかチェックのところですねチェックボックスにチェックを入れていただいて保存して次に進むを押しますと納品いただける商品のみが残った状態で画面が切り替わります。 こちらスステテッッププととしては数量を入力というステップになります。こちらの画面では各商品の納品数量を入れていただきますが場合によってはこういったマイケルコースのようにサイズの入力を求められる場合がございます。これも危険物と同様に初めてアマゾン倉庫で取り扱う商品の場合に サイズ情報をご提供いただくことになりますので、あらかじめ、えー、お手元にサイズ情報が分かる資料などをご用意いただくか、もしくはまた後でです、ねえー、調べ終わってからご入力いただくなど、ご対応をお願いいたします。 このように、えーと、整数で数字を入れていただきまして、あとは単位を間違えないようにご選択いただきまして、保存を押します。こういったメッセージがさらに出てくる場合は、Confirm というボタンを押していただきますと、きちんと保存されます。 続いて数量の入力ですがもし3商品とも同一納品数の場合であれば一番上の入力欄に入れていただきますとこのように下にコピーされるようになっていますもちろん個々に入力することも可能です数量の入力が終わりましたら続けるボタンを押して次に進みます 今度は商品の準備というステップです。えー、こちらでは、えー、この各商品の梱包要件というのを選んでいただきますが、例えばこのショットグラスの場合、えー、ガラス割れ物に該当しますので、こちらを選択していただきますと、えー、どのように梱包をしたらいいのかというのを、えー、ここでご案内しております。 ここで梱包していただいた携帯で購入者様のもとにお届けすることになりますのでエアキャップでくるむ袋に入れるといった、えー、きちんと割れないような形で梱包をお願いいたします残りの商品も選んでいただくのですが、えー、残り2商品に関しましては梱包不要ですのでその場合は梱包は必要ありませんというのを選んで 選択ボタンをクリックします、はい、では、えー、こちら選び終わりましたら続けるボタンを押して次に進みます次は商品ラベルを貼り付けというステップです ここでは先ほど申し上げました混合在庫にしない場合に必ず商品ラベルというのを印刷していただきまして商品個々に梱包した状態の上から貼っていただくことになりますラベルの印刷用紙の対応サイズは10種類ほどございますので お手元にあるものですとかこちら、これからご用意いただく場合は、こちらを参考にえ近いものをご用意ください。印刷される枚数に関しましては、先ほどの画面で、1個前の画面でご入力いただいた納品数量、こちらが適用になります。えもし、えー、次回、 ご充分として多く印刷しておきたい場合はここで数量を変えていただくことも可能ですそしてラベルを印刷ボタンを押していただきますとこのように PDF が開きます実際にどういう形で印刷されるかという並び順なども確認いただけますので PDF 開いてご確認ください出品者様ご自身で印刷や貼り付けが可能な場合はこのまま印刷に進んでいただきもし、外、え、注、ー、の物流倉庫の担当者様にお願いをするような場合にはこちらの PDF を一旦パソコンに落としてメールで送っていただくですとかあのお渡しいただいて別途。 印刷と貼り付け作業を行っていただくようにお願いいたします。はい。では、えっ、ー、と、印刷をした。手で、そのまま進めさせていただきます。右下の続けるボタンを押していただきまして。今度は納品の確認のステップです。えー、ここで。初めて納品先というのが確定いたします。 今回は服、アンドファッション小物のカテゴリー、シューズバッグカテゴリーを取り扱っております NRT5 という埼玉県川越市にある倉庫と、あとその他の商品は神奈川県小田原市にある FSZ1 というところ、それぞれ別の倉庫が指定されております。どの商品がどの倉庫へ、 送ることになるのかというのは、こちらの納品する商品を表示のリンクからご確認ください。確認いただきましたら、納品を確定ボタンを押します。先ほどと似たような画面が出てまいりますが、この画面中央に納品番号というのがそれぞれ出てまいりますので、この番号を持って。 出品品者様ののお送りりいいただく商品の管理を行ってまいります。このように倉庫が分かれた場合、納品作業を続けるという操作が2回必要になります。まずは上の方の納品作業を続けるを押して、発送準備のステップに進みます。 えー、納品先の住所ですとか、えー、倉庫名に関しましては、この画面の中央上の方に納品先として出てきますので、えー、配送伝票などには、こちらの情報を確認してご記入ください。では、えー、次に、納品する商品を確認から進めてまいります。ここでは、商品の確認と修正というボタンを押すことで、商品情報の確認、 あとは、えー、数量の変更もここで行えるようになっております。もし在庫切れでなくなってしまった場合などは、ここで×ボタンを押していただければ、納品プランからその商品を削除することが可能です。また、納品数が増えた場合に関しましても、納品数、こちらで変えていただきまして、改めてラベルを。 追加分印刷していただければと思います。続いてステップ2の配送のところに進みます。こちらは配送業者の選択を行えるようになっておりまして、まず上の FBA パートナーキャリアというのは、Amazon と日本郵便が 提携をしておりまして、そちらの日本郵便が提供する配送料金でご納品いただけるというサービスになっております。もしパートナーキャリアをご選択いただく場合は、えー、元払いではなく着払い扱いになりますので、後日、実際にかかった配送料金というのが、 こちらのペイメントアカウントの方に計上されるようになっております。そして、えっと、他の配送業者さんこの一覧から選んでいただく、まあ、もしくはアザーを選んでいただきます。 選んでいただきますと、今度三番目の輸送箱というところで、どのように梱包されますかという輸送箱数の選択肢を選んでいただくことになります。輸送箱数1個を選んだ場合は、必ずこちらの輸送箱の重量ですとか、輸送箱の寸法をご入力ください。 その他、か、えー、1つの輸送箱に複数の商品を入れて、かつ2箱以上になるような場合に関しましては、異なる商品が輸送箱に混在15箱以下、内視は16箱以上というのをご選択いただきます。 こちらご選択いただきますとその下に画面上で入力ファイルアップロード入力しないといった輸送箱の情報の入力形式というのを選んでいただく画面が出てくるんですが、えー、とこちらはです、ね、入力しないを選んでそのまま進めていただいて問題ございません。 下にこの輸送箱の合計数の入力欄が出てまいりますので、適宜数字を入れていただきまして、輸送箱の数を設定というボタンを押します。箱数ごとに、えー、箱数に応じて輸送箱の重量や寸法の入力欄は 出てくるのですが、こちらもあの入力しなくても次に進めるようになっておりますので、四番目の配送ラベルの方に進みます。配送ラベルは送り先の倉庫の情報ですとか、あとは出品者様の お荷物と分かるようなバーコードの印字などがされているラベルになりまして、えー、とこちらは印刷用紙は普通紙で構いませんので A4 サイズ、えー、1枚あたり6ラベル必要であれば上の方を選んでいただき1箱での納品であれば1枚あたり1ラベルを選んでいただいて配送ラベルを印刷を押していただきます配送ラベルに関しましても PDF で えー、内容を確認いただけるようになっておりますので、同様にこのままダウンロードしていただくか、えー、物流倉庫の担当者に送っていただくなどして、ご対応をお願いいたします印刷をしていただきますと、この余白の部分は切り取って、このバーコードの部分ですね、こちらを輸送箱の天面に。 テープや糊などで必ず剥がれないように貼り付けてください。伝票はその横に貼っていただければと思います。印刷が終わりましたら、 この画面に戻ってきていただいて、右下のクリックすると納品が完了しますというボタンをクリックします。こちらの納品内容の確認というステップが最終となりまして、実際に発送いただきましたら、このお問い合わせ番号を入力というところに、それぞれ番号を入れて、保存ボタンを押してください。 そして、最後にこの出荷済みとしてチェックのボタンを押していただきますと今出ている納品のステータス、納品準備完了というところから発送済み、輸送中あとは受領中完了といった形で御社側でも出品者様側でも状況の確認ができるようになっております。 画面上での操作は以上になりますが、えー、途中で例えば先ほどの商品ラベルですとか配送ラベルの印刷をあの後でやろうということで、一旦スキップしていた場合に関しましては、セラーセントラルのこちらの在庫メニューの中にある FBA 納品手続きの画面を開いていただければ、いつでも 先ほどの画面に戻ってくることが可能です。一番上に最新の納品プランが出てきますので右側の配送状況の確認ですとか納品作業を続けるというボタンを押していただいてそれぞれ作業したいステップのところのリンクをクリックの上印刷ですとか入力を改めて行ってください。 えー、では、まず一般的な商品の納品手続き、納品プランの作成に関しましては、以上になります。